ブローニスワフチェフ。ブローニスワフチェフは、ポーランド、ザコパネ出身のスポーツ選手、画家。その他、タトラ山脈で、山岳救助隊員として活動、クライダーのインストラクターなども務めた。チェフは当時オーストリア・ハンガリー帝国ガリツヤ地方のザコパネで生まれた。地元の公立学校と民間のスポーツクラブに、所属、1927年に林業学校を卒業した。 同年 SNPTT-1907 クラブスポートイ、ケンピングザコパネに所属し、その後ワルシャワの中央体育大学で体操教師とスキーインストラクターの学位を得た。チェフはアルペンスキーとノルディックスキーのポーランド選手権で合計24個のタイトルを獲得した。1928年、1932年、1936年と3度の 冬季オリンピックに出場、19歳で初出場したサンモリッツオリンピックでは、スキージャンプ37位、ノルディック複合10位となった。4年後のレイクプラシットオリンピックでは、スキージャンプ12位、ノルディック複合7位、クロスカントリースキー 18km では18位。ポーランド選手団の騎手として出場した、ガルミッシュ・パルテンキルヒエンオリンピックでは、スキージャンプ33位。 ノルディック複合16位、クロスカントリースキー 18km33 位、同リレー7位、アルペンスキー複合20位。第二次世界大戦下においては、ポーランド国内軍の兵士として活動。1940年にゲシュタポに逮捕され、6月14日に政治犯としてアウシュビッツビルケナウ強制収容所に収監された。1944年6月5日に、 同収容所内で死亡した。彼が描いた絵の一部は強制収容所の博物館に保存されている。ありがとうございます。